サイクルウェア。ビアンキといえばチェレステカラー。ビアンキのリナラウェアもチェレステ。サイクルウェアの背面にはポケットが3つ。スマホ、鍵、財布、など入れることができます。ジッパーにはフルジップとハーフジップの2種類があります。高価な正規品と安値なコピー商品の違いは、ビアンキ正規商品はハーフジップ、コピー商品はフルジップ。デザイン面でもロゴの大きさが極端に大きいのが、コピー商品、背面のビアンキロゴはほぼ同じですが、左下にイタリア国旗カラーのトリコロールのタグがついているのが、正規商品となります。正規品を買うのが一番ですが、私は、レース、サイクリング、サイクルイベント、などで、正規品とコピー商品を使い分けています。こちらは最近入手したサイクルウェア、あるイベントでコスプレデビューしようと思っていますわら、ショーツ、レーパン。ウェアと一緒に購入したいのがショーツ、カッコ、レーサーパンツ。お尻の部分にはパッドが入っていて、ビブ付き、と、ビブなし、がある。ビブ付きはパッドズレを防ぎ走行性能を高めてくれますが、サイクリング中にトイレへ行く際、ウェアを上下脱がないといけません。走行性能と快適性どちらを選ぶかはあなた次第。ヘルメット。ビアンキ乗りならヘルメットもチェレスで、私の愛用のヘルメットは、レーザー製、の、ヘリウム、OGK 兜製、の、ステアー。いずれもビアンキダブルネーム。後部には夜間でも安全に走れるよう、反射板がついています。形、大きさ、の違う2種類のヘルメットで、その日の気分に合わせてチョイスしています。夏場や汗をかく季節は、ヘルメットの内側が汗で傷んでしまうので、インナーキャップの上からヘルメットをかぶると、長く使うことができます。サイクルボトル。サイクルボトルも足したよう。コンパクトな標準ボトル。ボトルを強く握るだけで吸引できるパワーフローボトル。保温性のあるステンレスボトル。夏場のサイクリングは、大容量ボトル2本持ちがおすすめ。サイクルグローブ。指先が出ている夏用グローブ、寒さを防ぐ冬用グローブ、路面からの振動をダイレクトに受けるロードバイク。グローブは衝撃吸収もしてくれるので、ロングライド必需品。サイクルバッグ。サイクルバッグは、走る距離により使い分ける。ロングライドの際は大容量なバッグに、チューブ、携帯用空気入れ、輪行袋、などを入れ、万が一のパンク、事故に備える、便利グッズ。時計はペース配分の計算に必要。小銭入れは補給ポイントで財布代わりに。ネックウォーマーは冬場のロングライドに大活躍。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。